割田康彦、柴田由布、伊藤大輔のミュージックテラス、ウォンテッド。ポップス界の迷えるルーキー、シンガーソングライターの柴田由布です。不器用貧乏、紆余曲折ギタリスト、 BB こと伊藤大輔です。音楽業界辺境の住人、プロデューサー兼作曲家の割田康彦でございます。この番組は音楽的な出会いを求めている人たちをつなぐきっかけを作る特殊音楽番組。 SNS 全盛の世の中であっても、自分の会いたい人になかなか会えない現実、そんなあなたのお役に立てたら。作詞家作曲家、サウンドクリエイター、 DTMer、 シンガーバンドマン、音楽業界人などなど、プロインディーズ問いません。こんな人と出会いたい、こんな人と知り合いたい、こんな私を知ってもらいたい。ミュージックテラスのテラスはテラスのテラス。出会いを求める音楽人に光を照らし、ワクワクを生み出し、意図しない化学反応を巻き起こす番組です。せーの、ワンテン。皆さんこんばんは。ポップス界の迷えるルーキーこと、シンガーソングライターの柴田由布です。さて、本日も去る10月29日日曜日に東京の流通センターにて開催された、音系メディアミックス同人即売会 M32023 秋 M テラオタク訪問の模様をお送りしたいと思います。私の出店ブースに遊びに来てとアピールしてくださった方の元を訪れ、その場でじゃんけんを行い、見事負けた場合は楽曲をオンエアという、この企画、本日は第3弾。私は相変わらず自宅スタジオにてお留守番なのですが、早速10月29日の現場の尾藤さんを呼び出してみたいと思います。現場の尾藤さん。はい、現場の尾藤です。今週もですね、10月29日に行われている M3 流通センターの現場に来ております。こちらにおりますのは尾藤大輔と割田康彦でございます。それでは今週もサクサクエメテラオタク訪問行ってまいりたいと思います。ゴー。いや、めちゃ混んできましたね。ここなんか人が集まってますね。ちょっとさ、朝の新宿駅のラッシュみたいな感じだよ今。あ、確かにラッシュ感ありますね。あのサラリーマンがいないラッシュみたいな。そうですね、みんなエンタメ側の、全くあのスーツ姿のないラッシュみたいな。そうですね、皆さんしかも笑顔がこぼれるラッシュ。いいですね。今年もじゃあお友達のチェリーズさんのところに。今すごい嫌そうな顔されました。なんか苦笑いされましたよ。苦笑いされてる、はい。ミュージックテラスウォンテッドでございます。お久しぶりです。お久しぶりです。どうもお久しぶりです。はい、チェリーズのチェリーです。同じくヒロテです。懐かしいな、この声。流れは分かってますよね。流れは大丈夫、はい、ちょっとどれを、ね、出すかね。じゃあ早速ですが、いきますよ。はい、せーの、M テラジャンケンジャンケンポイ。あ、負けた。やった。おめでとうございます。最弱男、最弱王。すごい、かっこいい。ということで、じゃあ曲紹介お願いします。チェリーズでシューティングお注射エンジェル。ライブもあります。11月23日勤労感謝の日、御徒町にあるニコニコ劇場っていうところです。遊びに来てね。どんなに好き好きアピールはしてもいつでも君は優勝だ。
はい、次はいよいよ宇野井さんと初めてお会いします。ミュージックテラスウォンテッド夢てらおたこごもんでございます。ございます、はじめまして。はい、お名前どうぞ。あ、宇野井と申します。宇野井さん、生宇野井、なんか生ぬるいみたいな。生宇野井です。よろしく感じます。はい、じゃあもう宇野井さんと有田さんとお会いできるのを楽しみにしてました。はい、どうも。本当、はい、コバブーさんです。コバブーさんです。はい、はじめまして、あのコバブーと申します。はじめまして。はい、動物ソングの第一人者。そう、第一人者です。どうしてもね。いや、いつもさ、エムテラでね、はい、曲募集するときに、もうこのネタだともう宇野井さん来ないよねってことで、なんかいつも絡めてさ来るんだよね。すごいですよ。強引ですよね。強引に、はい、なんと強引に絡めて、はい、食らいついてまた食らいついてくるんだよね。さすがやっぱ動物だけ。次はもう絶対宇野井さんがこれもう出せないっていうネタで任してやろうかな。勝負ですね。そうしたら誰も来ないんじゃないですか。確かに言われてしまいました。M3 はもう何回か出展されてるんですか。10年以上前に1回出て2回目って感じで、はい、はい、そんなレアなタイミングで。ありがとうございます。じゃあ早速ですね、はい、曲を流したいと思いますが、じゃんけんに負けないと曲流せませんということで、はい、M テラじゃんけんじゃんけんぽい。負けた、持ってる、やった。生宇野井さん負けました。じゃあ曲紹介お願いします。月畑裕さんがすごい生焼き物が好きだっていうことで、それで作った曲なんで、ぜひ聴いてください。はい、宇野井で生焼き物も頑張ってる。9月から動物ソング同好会っていうのをやりまして、皆さんに参加していただいて、それで、エムテラの方にもちょっと情報の拡散とかしていただいて、すごいありがとうございました。来年の4月には植物ソング同好会、来年の10月に動物ソング同好会またやるって感じで、ちょっとやろうと思ってますんで、ぜひね、ご参加と、視聴の方よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、どうも、はい、ありがとうございます。はい、続きましては初めましての宇多田音さんのところに突撃したいと思います。ミュージックテラスウォンテッド、エムテラオタクホームでございます。初めまして、宇多田音と言います。イエーイ。動画拝見しました。はい、はい、一人ずつお名前をお願いします。はい、ジュリオです。作曲詞作曲担当してます、ほのかと申します。本宮ゆるかです。よろしくお願いします。お願いします。なんか美女3人組でした。じゃんけんしていただいて、負けたら曲を流しますと。じゃあ代表者を決めてください。予選をさせていただいてもよろしいでしょうか。予選します。あ、来ましたよ。いい、ね、もう予選、いいですね。この流れ新しい対策を予選、はい、せーの、はい、最初ルーじゃんけんぽん。負けた人、負けた人、負けた人ジュリオです。うわー、喜んでいいのか微妙です。喜んでいいです。じゃあ本戦いきますよ。尾藤君といきますよ。はい、エムテラじゃんけんじゃんけんぽい、あいこでじゃんけんじゃんけんぽい。あー、勝っちゃったよ、勝っちゃったよ。今のはなかったことです。今のはリハーサルですか。え、リハーサル、リハ、言うね、言うね。僕も今リハーサルだと思ってました。本当にリハーサルだ。優しいな。じゃあ特別に、ちょっと待って、何、可愛い女の人に甘いです。当たり前じゃないですか、当たり前じゃないですか。当たり前。じゃあやり直し。大抵さ、リハーサルっていうのはさ、本番と同じことをやるんだから、もう結果決まってんだから。はい、迎えてみよう。はい、行きましょう。はい、せーの、エムテラじゃんけんじゃんけんぽい。あー、負けた。あー、もうおまけ、おまけ。いやー、もうというわけで曲紹介にします。うたたねです。インセイルです。よろしくお願いします。
今回世界旅行をテーマに6曲を収録したインセイルというミニアルバムを作らせていただいています、はい、各国のいろんな要素を入れて、1曲ずつどこの国か当てられるようになっているので、ぜひぜひ楽しく聴いていただけたら嬉しいです。白日の下にさらされる神秘的なその眼差しで、あなたは私を見つめて、今の宇多田根さんなんですけど、はいはい、Mテラじゃんけんで初のやり直しっていうかリハとか、リハーサル大事です。リハーサル、これはね、あの炎上しますよ。いやエンジョイですよね。エンジョイです。茶番だよ。ダメです。コバブーさんさえ黙っておけば。じゃあコバブーさん買収だね。そんな詰めないで。痛いですって。茶番が。ですね、今なんとですね、あの超有名なグアミルラさんにね遭遇しちゃいました。はい、エメテラでも以前楽曲をご紹介させていただいたグアミさん、あのね、私のほら密閉空間デイズにもね歌で参加してくださってるグアミさんです。はじめまして。あの割田さんお久しぶりです。以前は密閉空間デイズラジオなどなどお世話になりました。はい、ちょっとこんなところでお会いできて嬉しい。ありがとうございます。あのお久しぶりというか、あのリアルでは初めてです。オンラインだったので、はじめまして。もう皆さんグアミさん検索してください。めちゃくちゃ人気のですね、大活躍されてる方なんですけど、今ねじゃんけんをして負けた方の音源をラジオで流すよっていう曲なんですけど、なんか流す曲あります？あります。夏に出した新曲がありますので、よかったら流しましょうというか、尾藤君とじゃんけんしていただいて負けたら流します。はい、私が負けたら流していただけるんですね。はい、負けるぞ。いきますよ。せーの、Mテラじゃんけんじゃんけんぽい。勝ったのが悔しいなんてこんなちょっと勝ったのに、なんでじゃあね、勝った方はおまけで10秒だけ流しますので、はい、じゃあ曲紹介お願いします。はい、ルナゴアミとザ・ストラクチャーズコラボレーションでオーバーカムです。聴いてください。薬屋の独り言というアニメやアンデッド・アンラックというアニメがちょっと放映中なんですが、そちらに挿入歌やティーザーの歌で参加しておりますので、アニメぜひご注目ください。もうめちゃくちゃご活躍なんで要チェックでございます。ゴアミさん、ありがとうございました。ありがとうございました。いやー、なかなかですね、終わりませんね、これね。終わらないですね。これ来週で続くと思います。はい、それではスタジオの千葉ちゃん、お戻しします。はい、自宅スタジオの千葉田由布です。割田さん、尾藤さん、そしてコバブーさん、大変お疲れ様でした。今回は初のMテラじゃんけんリハーサルもあり、コバブーさんが暴走し、素敵な音楽がたくさん流れ、パワフルミラクルな回となりました。そんな今週ですが、最後に登場されたゴアミさんがじゃんけんに負けてしまったので、エンディングで流す曲がなくなってしまいました。ですが、そんな時のための予備曲である2020年コロナ禍のステイホーム時期に割田さんが作ったあの曲、密閉空間デイズをお送りしたいと思います。この曲はゴアミさんほか約30名の女性シンガーが参加されており、歌唱のトップバッターは先週登場されたゆりかリパブリックさんが担当。先々週登場の沢千穂子さんやみちるさん、そしてMテラ手伝いんホワイトのシロロさんも参加されています。というわけで、あっという間の15分間お送りしてまいりましたのは、割さんこと割田すいこと、尾藤大輔と、コバブーと、千葉田由布でした。来週は M3 秋Mテラオタク訪問第4弾をお送りいたします。それでは皆さん、
せーの、お達者で。君を愛した